にちは、モンプチラパンへようこそ。一緒に楽しくフランス語を勉強していきましょう。イエーイ。それでは前回の自己紹介のことを覚えてますか？もうバッチリ言えるようになりましたか？この自己紹介の最後ら辺になるんですけれども、ジェーム何々っていうところを思い出してみてください。先生はジェームルショコラ、ジェームルショコラ、このルショコラについて今日は詳しく勉強していきたいと思います。はい、こちらのジェームルショコラ、このルショコラについて今日は勉強していきましょう。このルっていうのは定冠詞です。定冠詞は名詞の前につきます。皆さんの回答の中をちょっと見てみると、ジェームラムスクラシオンっていうのありましたね。きっと男性の方だと思うんだけど、ラムスクラシオンっていうのは筋肉をつけるための運動ですね。腹筋とかそういう筋トレですよね。ラムスクラシオン、ムスクラシオン、シオンで終わる名詞は全部女性名詞なので、ルではなくてラがつきます。例えばジェームラムスクラシオン。他には、ジェムレッシャっていうのがありましたね。列車、猫一匹が好きですっていうふうに言わないですよね。これは複数形の定冠詞がつきます。つまりレ、定冠詞は3つがあります。ラ、ル、レっていうのがあります。他にどういう例文があるかって言ったら、ジェムレバナン、バナナ一本が好きですっていうふうに言わないよね。バナナ全体的に好きっていうことで、ここでは複数の定冠詞がレがつきます。他にはジェムルラーメン、ラーメンっていうのは日本語だけど男性名詞にしましたね。ルラーメンいいと思いますよ。なんか発音的にラーラーメン、ジェムラーラーメン、レラーメンでもいいし、ルラーメンの方がピンとくると思います。それからジェムレリーヴルっていう生徒さんもいましたね。これは本印刷が好きですというふうに言わないですよね。ちょっとおかしいですよね。本全体的ね、本を読むのが好きっていう時は、複数形の定冠詞のレを使います。次、ジェムラミュージック。あ、これはいいですね。ジェムラミュージック、音楽が大好き。先生も音楽大好きです。ジェムラミュージック、 moi aussi、 私も。ジェムラミュージック、いいですね。他にはジェムレザニモ、アニモ、動物一匹が好きっていうわけではないですよね。全体的に好きなだったらジェムレザニモ、ここでは、複数形の定冠詞を使います。まあそういう感じですかね。ジェムレシアン、ジェムレパンゴンっていう人もいましたね。それでは定冠っていうわけで、まず知っておきたいものがあります。フランス語には名詞には男性名詞、女性名詞っていうのがあります。名詞に整数ありますか？はい、あります。整と数があります。まず、女性名詞から見ていきましょう。タラーン！こちらのフラスカードを使っています。マモン、マモン。これはフランス語で、まあ、お母さん、お母さんにあたるものです。これは女性名詞、男性名詞、どっちだと思いますか？さあ、考えてみてください。これはもう生まれた時から自然と、これは母親、お母さんっていうのはやっぱりタラーン、女性名詞ですよね。だから冠詞の定冠詞のラがつきます。ラマモン、どうぞ発音してみてください。ラマモン、très bien。 では次、パパ、パパ、これはお父さんにあたる名詞ですよね。これは男性名詞、女性名詞、どっちだと思いますか？はい、très bien。 とても簡単ですね。これはもうお父さんは男性だから、これは男性名詞です。男性名詞にはルっていうのがつきます。どうぞ発音してみてください。ルパパ、ルパパ。はい、男性名詞、女性、こういうふうに自然と女性名詞なんだな、男性名詞なんだなって、とっても分かりやすい単語があります。しかし、お家はどうでしょうか？どっちが来ると思いますか？男性名詞、女性名詞、これ家なんだけど、メゾン、メゾン、どうぞ発音してみてください。メゾン、これ男性名詞、女性名詞、どっちだと思います？これは実は、家庭的、家庭っぽい、やっぱり女性名詞。タラーン、ラメゾン、ラメゾンっていう風になります。じゃあ
もう一つ行きましょうか。タラーン、シアン、シアン。これは実はタラーン、ルシアン、男性名詞になります。でここで生徒から、前回質問されました。じゃあ先生、メス犬、オス犬どういうふうに言ったらいいですか。そうですね、そういう場合はちゃんとメス、オスっていう単語がありますので、それを使ってみてください。ではちょっと一緒に表を見ていきたいと思います。はい、こちらの資料の一番上のところを見てください。男性名詞の冠詞の単数にはルをつけてあげましょう。発音してみて、ルパパ、ルショコラ、ルソレイユ、ルプロブレム。やっぱり問題を引き起こすのは男性ですか？男性名詞です。では隣の女性名詞、ラマモン、ラマモン、ラポーム、ラボチュア、ラボチュア、ラボチュア。さあ、続いての単語すごく好きなんですけれども、やっぱり男性は問題、ルプロブレムを引き起こして解決策をするのはやっぱり女性なので、ラソルシオン、ラソルシオンっていうふうにいつもジョークで言っています。それでは次のところ行きましょう。フランス語を学ぶの初めてなほとんどの人だと思うんですけれども、なんか一気に覚えることがたくさんあって、もうすごい頭の中がこんがらがっちゃうので、全部一気に覚えようとしないで、徐々にゆっくりね、これまだ教科書でレッスン10ぐらいにしか出てこないんだけれども、まあ、自己紹介やったついでにやろうかなというふうに思っているので、まあ、一応知っておいてください。男性名詞、女性名詞とかっていうのがあるんだね。それでは次、実は定冠詞もう一つ残ってるんですよね。例えばですよ、ぶどう。ぶどうが好きな人いますか？なんかレズンとかそういう感じ。で、たらーん、見てください。レザン、レザン。で、ぶどう一粒が欲しいとか、ぶどう一粒しか好きじゃないっていう人いないと思うんですよね。たくさん粒があって、これは複数形のレがつきます。レレザン、レレザン。よろしいですか？もう一つ見ていきましょうか。タラーン、両手ありますよね皆さん。目二つもあるよね。こういう場合は、マン、マン、こちらの S ね、アベさんもそうなんですけれども、レ、レ、レマン、レマンね。この複数にはここも複数にしてあげましょう。レマン。レマン、レレサン、レレサン、ね、定冠詞が複数形だったら名詞も統一性がないとダメですよね。ここに S がつきます。ここも S がつきます。それではいいですか。他にも資料で見ていきましょう。レレサン、レマン、次に来るのはレヴォチュア、ね、車全般的に考えてみて、j'aime les voitures。 一台の車が好きっていうわけではなくて、車全体に好き、いろんな種類の車が好きっていう。あとは les fleurs、 les fleurs。 では最初から質問じゃなくて発音してみましょう。 les récents、 les mains、 les voitures、 les fleurs。 ここで S をつけない。 la voitureLa voiture。 さあ、続いての単語すごく好きなんですけれども、やっぱり男性は問題、ルプロブレムを引き起こして解決策をするのはやっぱり女性なので、ラソルシオン、ラソルシオンっていうふうにいつもジョークで言っています。それでは次のところ行きましょう。フランス語を学ぶの初めてなほとんどの人だと思うんですけれども、なんか一気に覚えることがたくさんあって、もうすごい頭の中がこんがらがっちゃうので、全部一気に覚えようとしないで、徐々にゆっくりね、これまだ教科書でレッスン10ぐらいにしか出てこないんだけれども、まあ、自己紹介やったついでにやろうかなというふうに思っているので、まあ、一応知っておいてください。男性名詞、女性名詞とかっていうのがあるんだね。
最後になりますけれども、皆さん大丈夫？もうちょっとだけだから元気出してください。次は、たらーん、これを例文を見てください。エレフォンなんだけど、これは母音のえで始まってるので、母音で始まる名詞の場合の定冠詞は、このアポストロフして、ここのところを省略してします。わかりますか？省略しちゃうっていうことは、次の例文はどうでしょうか？エトワル。発音してみて。エトワル。エトワルも星なんだけど、お星様だよね。これも、エで始まってるので、母音で始まる場合は、ラとかレとかじゃなくて、ここもつけてください。エトワル。アポストロフ、エトワル。レトワル。まあ、レゼトワルっていうのは大丈夫ですよね。次。ラーム。ここは母音のアで始まっちゃってるので、この場合は定冠詞のラとかルとかじゃなくて、アポストロフにしてラーブで発音します。以上になりました。授業で確認していきましょう。もう一度発音してみますか。ラーブ。レトワル。レレフォン。はい、ここまでになるんですけれども、質問があったらぜひなんかコメント欄に残してみてくださいね。なんかフランス語を以前質問があって、フランス語ってどうやって覚えるんですかって。まあ日本語を覚えるようにやっぱりちっちゃい時からの繰り返し、レペティションですよね。これはもう繰り返して何度も聞いて何度も読んで何度も声に出して発音してみて何度も単語一個一個単語帳作ってますか？もう覚えることがたくさんあるので徐々に努力しないとやっぱり覚えられないし、頭を動かさないと頭に入らない、手を動かさないと頭に入らないということで、皆さん諦めないで、大変だし覚えることもたくさんあると思うので、ぜひこう何やる気を出して勉強してほしいなというふうに先生が思っています。それでは皆さん、オーブワー、最後まで頑張ってくれてありがとうございます。オーブワー、アビアント、アラセマンプロシェン、オーブワー、バイ。